こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今日は、新発売のアイレル ME FX30 に付属する、XLR ハンドルユニット、こちらのお話をちょっとしてみたいと思います。こちらのハンドルユニットはですね、FX3 先行発売のものと同じものを使っておりまして、これをですね、部品取りでちょっと先に取ってみました。FX30 に付くこちらのハンドルユニットですけども、マイクは付属しません。多くの YouTuber さんとかのレビューとかで、マイクをつけた状態でレビューされていますけども、これに製品本体には付いてないので別途マイクを用意する必要があります。あの写真に載ってるのはですね、 ECM-XM1 という、業務用のカメラについているマイクです。それとあと、XLR アダプターキット、 XLRK3M という製品があるんですけども、ソニーストアで6万1600円で販売されている、これの、ここだけの部分ですね、これをそのカメラの頭につけられるものがあるんですが、それには、マイクが付属しています。このマイクですね、2種類あって、業務用カメラについているもの と、XLRK3M についているもので、中身は一緒なんですけども、部品取りした時に別のものがついています。ここでは業務用カメラについてくる、マイクでちょっと取り寄せてみました。こちらが12,529円、XLRK3M に付属するマイクは、11,385円でちょっとお安くなってるんですけど、秘密があります。中開けてみるとですね、ちょっと干渉剤ないんですけども、よし、入ってるものは2点、マイク本体、これが ECM-XM1、キャノンの XLR コネクタがついていますね。それとウィンドスクリーン、こんな形で使います。これが、業務用カメラに付属するもので 12,529 円、XLRK3M の方の付属品として取った場合は、ウィンドスクリーンがつかなくて 11,385 円、この状態で到着します。そして、別途ファーが発売されているので、それがこちらなんですね。これが、1,650 円でファーがついています。で、このマイクをよいしょつけてみます。こうやって装着して、よいしょ、で長い、ちょっと長いので、こうやって回すといいでしょうね。で、ここのインプット1のところを開いて、ここにコネクタを挿します。よいしょ、このようにして使います。業務用カメラの方の付属品のウィンドスクリーンだとこんな感じですね。で、XLRK3M の、マイクファーを使う場合は、よいしょ、ウィンドスクリーンを使う場合は、よいしょ、ちょっとこれきついんですよ、よいしょ、まあ見栄えこんな感じの方がちょっとそれっぽくていいかもしれないですね。ちなみに今ですね、この音声を録音しているのは、α7-4 の、カメラの内蔵マイクを使っています。α7-M4 も、α7-4 も、デジタルオーディオインターフェース周になってますので、ネジ止めはできないんですけども、挿すだけだったらこれので音を収録することができるので、ちょっと付け替えてみたいと思います。はい、マイクを今付け替えてみました。こちらが、XLR ハンドルユニットを使って、ECM-XM1 のマイクを使って、収録している音声になります。どうでしょう、先ほどと比べると、僕の声の部屋の響きとかがちょっと抑えられて聞こえるのではないでしょうか。それと、今 BGM を実はですね、音楽入れてるんではなくて、そこにある SRS-RA5000 というスピーカーを使ってですね、再生させてます。Bluetooth で Xperia から音声を飛ばしてるんですけども、これの音声も割 と、ちょっと小さめになるんじゃないでしょうか。 ECM-XM1 が A 指向性なので、かなり指向性の高い、ショットガンマイクロフォンになってます。だいぶ聞こえ方が変わってくるかなと思います。はい、マイクを付け替えてみました。こちらはですね、同じ A 指向性が使える、デジタル の、 カプセルマイクを4つ使ってる、ECM-B10 ですね。今年夏新発売の 27,700円のマイクになるんですが、これも指向性の高いマイクになります。こちらでちょっと音声を今撮ってみました。同じような感じですかね。で、ちなみにこれ
コンデンサーマイクですけども ECM-XM1、うちのお店の方で取り寄せができます。ソニースターでまだ製品としては発売はされてないんですが、こういったVlog カメラがですね流行ってくるともしかすると製品として扱うようになるかもしれませんが、それまではサービスパーツとして取り寄せて購入することになります。今のところ在庫もあるようなので、使用用途に合わせて当店の店頭にてご注文いただければお取り寄せいたしますので、ぜひご利用ください。